楽です。このティーショットは、ちょっと左、ちょっと左の昔はもう右足で構えてたような感じだったんですけど、はい、うん、今こう真ん中目、まあ、若干もう左寄りですよね、はい、うん、ウェイトをこう移してもう左半身だけでこう打っていきますので、はい、やっぱり年齢とともにどん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 スイングも変えていかないといけないですし、それがうまくはまったんですね今年は。今の形に変えてどういう、まあ、159日でプロになっちゃったんですね。シルビーより早くプロになったと思います。シートムさん、天才少女と言われてました。画面15番、ウガニガとセカンドショット。